フモレスケ編度調調作品20は、ロベルト・シューマンが1839年に作曲したピアノ独奏曲。この曲の作曲時、シューマンはウィーンに滞在中であった。翌年結婚を果たすクララはパリに滞在中であり、1839年3月11日に彼女に宛ててこう書き送っている。1週間以上もあなたに手紙を書いていませんでしたね。でも私はあなたの夢を見て、これまで経験したことのないほどの愛を持って、あなたのことを思っています。ピアノの前に座っては、一遍に作曲しつつは文章を書き、笑いながら泣く毎日です。あなたにはこれらが全部、私の作品20のグランドフモレスケの中に美しく書き表されているのがわかることでしょう。曲はもう楽譜屋の手の中にあります。曲は様々な気分が入れ替わり立ち替わり現れ、表情を変えつつ移ろうように書かれている。主題の数も多く、形式面ではつかみどころがない印象を与えることに批判がなされる場合もある。シューマン自身、自らの楽曲のこうした性質について次のように述べている。私はこの世で起きるあらゆることから影響を受けてその気持ちを表現したいと思っていたところ、音楽の中で表すという方法を見つけたのです。そのため私の楽曲は時に理解しがたいですが、それは音楽がいろいろな興味と結びつけられているからなのです。シューマンはジャンパウル風の気分が曲の着想につながったとしているが、楽曲にはパウルの作品との直接的な題材の関連はない。フモレスケはドイツ語でユーモアを意味するヒューマーから派生した言葉であるが、曲はユーモラスな調子を見せるわけではない。シューマンによると、ドイツ人の思想に深く根ざし、最も特徴的なジェミューティリーチとヒューマーであるという。曲は作曲家のユリー・フォン・ベーベナウに検定された。この楽曲は7つの部分からなっており、切れ目なく演奏される。ただし、最後のツンベシュルースを除いて、シューマン自身がそう解説したわけではない。名目上、曲は変度調調とされてはいるものの、大部分はその平行調にあたると単調で書かれている。曲の構成や情感は各部分で大きく異なっている。単純に初めのテンポで最初のように性急に、次第に活発、力強く三段不評が用いられており、内声が中段に明示されている。前のようにアダージョ単純、繊細にEinfach und zartと、間奏曲愛情を込めて早く非常に活発に、一層活発にストレットいくらか、華麗さをもって最後にアレグロ演奏時間は、演奏者によって大きく異なり、約24から32分。注釈出典。ありがとうございます。